ナタナエウコと、ナタナエウバチスタピメンタは、ブラジルとブルガリアのサッカー選手。ポジションは DF。ブファロエスコラジフチボーでサッカーを始めた。2009年に、オペラリオ MT で選手となった。2011年にクイアバ e c に移籍。2013年12月19日にクイアバとの契約が満了し1年契約で、アトレチコパラナヤンセに加入。 4月20日にスターティングメンバーに名を連ねて、カンピオナートブラジレーロセリエへ初出場。7月3日に新たに3年契約を締結。スターティングメンバーとして31試合に出場し、コパリベルタドーレス2014でもレギュラーを務めるなど、大抜擢の1年であった。2015年3月22日に、カンピオナートパラナエンセで移籍後初得点。二千十五年七月に、 PFC ルドゴレツラズグラドに移籍8月8日には、セカンドチームで55分出場し、ブルガリアデビューとなったが、16日には、トップチームで、フル出場、レギュラーとして、UEFA チャンピオンズリーグ2016から17、予選の6試合すべてに出場、グループリーグ進出の快挙にも貢献した。グループリーグではパリサンジェルマン FC 相手に、 フリーキックから得点をする活躍を見せたがこの試合は3ゴールを浴びて敗北した。ありがとうございます。